酒尾駅は、太陽国の中部酒尾県無安酒尾郡にある、大国有鉄道東本線の駅である。酒尾駅は、太陽国中部酒尾県の県庁所在地であり、人口11万人が暮らす、無安酒尾郡にある、東本線の駅である。クルンテープ駅からは 202.25km 地点に位置し、普通列車利用で4時間40分程度である。 町の中心部に位置するため、利便性が良い。駅の正面側が市街地であるが小さな町である。駅前を 1km ほど行くと、国道33号線があり、ここが一番の繁華街である。二等駅で1日に4本の列車の発着があり、いずれも普通列車である。運賃はクルンテープ駅当駅間で40バーツである。1908年1月24日に、 東本線のクルンテープ駅チャチューンサオ駅が開業した。約18年後の1926年11月8日に、当駅を含むアランヤプラテート駅までの延伸工事が完了し、東本線の完成を見た。短式ホーム一面一線を持つ地上駅であり、駅舎はホームに面している。柿崎一郎、王国の鉄路大鉄道の歴史 P49、柿崎一郎、 王国の鉄路大鉄道の歴史 P75 ありがとうございます。